何の BGM がいいの？気合入ってるやつ。近い？こっから。こっから どれぐらいかな。場所分かれへん。あと住所どこ？送った。ちょっと 緊張してる。ちょっとプライドの BGM がいい。ちょっと待ってな。プライドの BGM リピートで。高橋、ありがとうね、わざわざ配信来てくれて。いいよ。申し訳ない。これすぐ分かるんかな、場所で。OK っす。近い。もこっからね、22分ぐらい。22分近いな、うん、22分。コンビニ行かなくていいか。自販機で水買いたい。水買うか。で、セコンドしてほしい。セコンド、セージするの？セージはレフェリーしてほしい。セージがレフェリー？多分キングってやつ、まず俺が倒れたら、うん、もう上乗りしてボコボコにするから、うん、俺死んじゃうから、誰かがどっちか止めないと大変だろ。俺もちょっと殺しちゃうし。俺もしゼロワンが、ね、ボコボコにされて、ね、うん、大怪我した時のためにね、うん、救急箱持ってるから俺。あ、それ感動した、うん、これマジでツイッターでリツイートした、うん、持ってるんでね、安心してください、ゼロリさん。で、たかし、あのプライドの BGM かけてほしい。これか。え、これどっちなの？場所わかるの？これ買ったら LINE 教えてある。誰だろう。嘘でしょ。バグ投げ師の LINE か。悪くねえな。ラインいらねえから俺の推しになれよ。だったら何時ぐらいに。まあ7時ぐらいじゃない。まあ早く始めてもいいけどな。何て BGM？ プライドの BGM。 プライドの BGM？ うん。でそれ リピートでプライドっていうあの格闘技のね。これかな。プライド、プライドの格闘技のやつ。全く違う。違う違う。プライド、プライド。そんな全く違う。受けたります。全然違う。違う。プライドの分からへん。違う、止めて。全然違うから。高橋が可愛いんだけど。ちょっと高橋、前なんでフードかぶってんの？それぐらい気合入ってくる。気合入ってる？もちろんね。うん。ステージ来るならな、パルパル呼べばよかったな。パル今、養分するのは。
ングってやつ会ったことある？キング1回だけかな。どうだった？強そう？やりそう？体格的に、うん、まあ、ぶっちゃけ言ったらガチです。したらね、うん、体格、ウェイト、すべきおいてゼロ番の上よ。なんかさ、生きってるやつじゃん。でも、本当の結構生きってるやつ。雰囲気はどう？本当やんちゃしてた感じ？喧嘩強そう。あー、でも雰囲気的に地元じゃ負け知らず系かな。で、地元じゃ負け知らず系か。うん、喧嘩、腕っぷし強いんだ。うん、俺と一緒やな。俺も地元じゃ川西って名前知らないやついないから。まあでも36だからね。まあ15年前だけど、まあいいじゃん。昔の血がうずくわ。うずくわ。あの頃はな、なんか100人ぐらいめっちゃ出てたけどねえ、うん、1対100、しびれだぜマジで。俺が負けたらなリスナーまで恥かくからな。もうみんなちょっとナイスをしてとか言えなくなるから押しといてよ今のうちに。頑張るっすね。完全に見えてるね。真剣に戦うわ。切れさせたらやばいよな。俺ね、まあ、顔面一発当てられたらもうプチーンって切れちゃう。スイッチ入っちゃう。うん、スイッチ入るよ間違いなく。昔の血が騒ぐね。うん、あんま名古屋舐めとったらあかんで。向こうの人、どこの人？向こう関西じゃない、神戸じゃない。名古屋対どこ？え、愛媛ね。名古屋対愛媛か。愛媛、田舎もんがよ。誰と戦うの？まあみんな知らない人、キングっていう人で名前改名させるわ。うん、まず名前から気に食わないよな、キング。うん、中途半端なやつがキング名乗ってるのもね。よく逃げずに来たでしょ。みんな逃げたと思ったでしょ昨日配信せずに。来ましたよ。遠かったわ。4時間近くかかったかも神戸まで。遠いわ。誠治はバコンナチっていう人に誘われたんでしょ。あ、ナチさんか。誰ナチって？ナチさん神戸の人で。神戸の人？二人まとめてやってやろうか俺が。なあ、たかしやるかナチと。俺？うん。俺がナチさんと？そこはちょっと。そこはちょっと。ボーボーにしたらみんな。なあ。ナチ強いよ。じゃあナチさんはやめときます。キングとやってやるわ。うん、MK の兄貴、お兄ちゃん、そういうめんどくさいのはやめときます。格闘家、そんなのガチでも格闘家の人なの？っぽいけどな、なんかそうなの。柔道チャンピオン、やめときます。じゃ
ガチなんだね。そこはで、キングもどうせ格闘技経験やってんだろ、どうせ。で、素人だと思って俺ボコれると思ってんだろなあ。舐めとったらかんでなあ。中途半端な格闘家になるぐらいならね、俺たちって泥水すすってるから、配信のためなら何でもやるぞ俺ら。ええかなあ、配信魂見してやるから。お前はどっちみち勝負に勝ったとしても負けるんだよ俺に、配信で。見とけよ。よろしくお願いします。あ、お願いします、ナチさん。キックルール、こいつがなんか、みんな立ち技の方が見たいよね。寝技って見たい。腕十字関節とか、チョークスリーパーとか見たい。俺立ち技で殴り合いがいいと思うんだけど、こいつ逃げるんだよ。寝技いらないよね。なのに寝技指定してくるんだけど、このバカ。ナチさんどう思います？配信的にね、立ち技の方がいいと思うよ。うん、ほら、踏みつけられるの怖いから逃げるんだと。お前が逃げてんじゃん。立ち技できないのねえ。殴り合いしようよねえ、顔ボコボコになるまで殴り合いしようよ。立ったままでも顔面切れるだろうなあ。え、相手は何かしてんの。いや MMA しかも5分5ラウンドとかぐだるじゃん。今ブレーキングダウンだって1分だぜ。これ長いね。うん、なんでそんなぐだるルールにするの。そういうところが配信分かってねえんだよ。立ち技の5分1ラウンドでいいわ、そんなもんよ。ダラ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 子供の喧嘩みたいになるんだから、バテて。想像できるでしょ、お互いバテて。ちゃうんかい。だから時代に沿ってないよね。ブレーキングダウンとか見てないのかな。ブレーキングダウンは1分1だ、ね、1分でもうどっちが倒れるかみたいな一瞬やもん。うん、喧嘩するわけよ。なんで寝技でダラダラやろうとするのこいつ。これはね、提案ですけど、キングさん度胸があるなら殴り合いしないですか。5分長いよね。せめて3分じゃない。多分体力もたんちゃうから。うん、スタミナは。度胸ないからって普通に立ち技で殴り合えないの方が度胸ないじゃんねえ。お前ってさ、漠然と無理な要求をしてきて逃げる待ちしてるんでしょ。もう3分2ラウンドで殴り合えば。なんでそんな寝技しようとするの。柔術かお前。クレベル小池お前なあ。クレベル小池、クレベル小池、ブラジリアン柔術ですか。ブラジリアン柔術なあ。ヒクソン・クレイシーお前憧れてるよお前なあ。500戦無敗のヒクソン・クレイシー
憧れてるお前。これは試合前からね、さっきだって言います今。試合前からもうピリピリした空気で。殴り合い立ち技にしようよ、キングさん。まあ俺が度胸ないでも何でもいいから。お願いしますよ。誰もジュースなんか見たくねえから。殴り合いやろうよ。経験者の辰彦も言ってるし。どうです?お願いしますよ。キングさん。逃げた。じゃあもういいよ。じゃあ踏みつけだけありね。立ち技でダウンした時の踏みつけだけありにしますか。じゃあそうしようか。それでいい。じゃあもうようわからんけど。じゃあ踏みつけだけありにする。なんやそのルール、わからん。もうオリジナルがすごいよね。普通にキックルールでいいけどね。3分2ラウンドでやりすぎてもぐだるよ。そうでしょ。ギガフェスとかだって3分2ラウンドぐらい。違う。あの5分5ラウンドって大人のプロのルールよ。プロのルール、喧嘩ルールじゃないよ。なんかめんどくさいでしょこいつ。なんでこんなんだろう。なんか養分とキングがいるときに、あのなんか鳩に聞いちゃって、でワーワーうるさかったから、まあリングで勝負しようかっていう。めんどくさいでしょ。次から口喧嘩になったら全員リングで決着つけた方がよくない？みんな。いい大人がさ、ああでもないこうでもないって口喧嘩するのみっともないじゃんって思ったんすよね俺。だからわざわざ金かけてきてるんだよ神戸までね。リング作るか？ガチで。フワッチでやる。フワッチガチンコ喧嘩バトル。まあ格闘技なら問題ないでしょ。でもあまりにもエグいのは良くないから、レフェリーの政治がちゃんと止めなきゃいけない。それさえ守れば全然問題ないでしょ。もう相手が防戦一方で殴り続けるっていうのは配信的に良くないから、格闘技の範囲を超えちゃダメですよ。絶対に殺しちゃかんで。絶対に殺しちゃかんで。いや分からん。でも殺す気でいくよやっぱ。殺す気で。最悪、もう配信上でこれ以上放送できんかったらね、もう走り止めるから、あかんの番だったらやばいから。で、まず流血した時点でちょっと考えてくれないと。まあ、それはたかしに全部任せる。何？政治も配信回すってこと？キング側で。そういうこと？回さない。じゃ
ゃあレフェリーお願いしてもらってね。久しぶりに会うわ、成人。どれぐらいぶりだろう。俺も久しぶりだ。大阪、高橋よりも久しぶりだと思う。わざわざ来てくれるなんて嬉しいわ、普通にね。俺さ、配信的にどこまでいけんの？チーはさすがにあかんやけど、うん、いや普通に、まあ、例えば圭之助がジム配信してるじゃん、うん、普通に殴り合いしてるから、うん、その程度大丈夫なんで。いけんの？うん、リングの上でいけるか。うん、格闘技だからね。なんかちゃんとルールに伴ってやらないといけなくて。でも圭之助さんの場合運営に問い合わせてんじゃないの？うん、運営にちゃんと言ってんじゃないの？うん、だから運営に問い合わせたところ、うん、あの利用規約に基づいてっていう、うんうん、その個人に直接説明することはできません、うん、でルールに基づいて利用規約に基づいてやらなきゃいけないから、うんうんうん、だから格闘技の範囲内、その暴力行為に見えるようじゃダメだから。ああ、そうやな。うん、だからちゃんと格闘技をしなきゃダメなんだよね。スポーツをしなきゃいけない。例えばね、うん、じゃあ圧倒的にゼロワンさんが強すぎてボコボコにしてる、これは暴力行為になるんですかね。うん、ゼロワンさんが圧倒的にボコボコにしてる、ボコボコにってフルボコ、これは暴力行為とみなされるかな。例えば相手が失神してる状態で殴り続けるのそれもダメだよ。ああ、うん、でも明らかに見てもうこれはこれ以上続行が不可能ってなったら止めなきゃいけないよね。うん、そうだよね、みんな。うん、でナチさんがいるんだったら、経験者がいるんだったら、もう経験者にそれやってもらわないと、はい、でちなみに誓約書も書くんでね、試合前に。例えば今回喧嘩、あの怪我になった場合は、まあ、全て自己負担という。で、怪我した場合も、まあ、警察とかに言わないっていう誓約書を書いてちゃんとやります。いいですか？はい、それをしないとまたね、殴られた、暴行だってね、火薬みたいになっても困るんで。会場までね、残り7分です。6分かな、8分か、8分です。ガチでやるよ。格闘技経験者っぽいな、この自信はな、相手な、格闘技経験者なんちゃう。いつ決まったの？2週間ぐらい前。1週間前か。いや、いきなりか。2週間ぐらい前。2週間。蹴りでボコボコにしてる。イメトリしてきた。体は動かしてない。何でもそうなんだよね。配信もそうだ、格闘技もそうだし、頭使わないと勝てないんだよ。筋力とかそういうのじゃない、頭いい方が勝つ。
完全に頭脳戦ってやつですね。そう、頭脳戦。まあ俺のあと分析力とね、大ハービー先生やるやつ、分析力はある。稲の子も言ってたけど、地元で一番強かった先輩なんやろ。この辺や、もうこの辺や、それは。どこどめ奥の間。コスモドラッグ。この辺ですよね。